なんだかレアな基板の匂いがするぜ。てめえ、その紙袋の中に入ってる基板をよこしな。ま、断っても力ずくで奪い取るかな。やめろ、撃てないよ。
いはい、マスターのお使いね、聞いてるよ。うひょー、これこれ、もう30年探してたんだよ。マスターに礼を言っといてくれ。もちろんコスプレフェスタのエントリー料もタダだってな。おお、お使いご苦労さん。カティたちは着替えてたった今会場に行ったぜ。ニーニー、みんなの写真よろしく。お前も早く追いかけろよ。すごく着心地が良くて、すごい。先輩どうですか、私たちのストプリコス。あ、ありがとう。おお、すげえクオリティの高いストプリレイヤーさんがいるぞ。写真撮らせてください。はいはい、じゃあ練習したポーズを。え、やるのあれ。モチのロンです。みなぎる笑顔、ピンクリズム、あ、溢れる希望、イエローリズム、きらめく純真、ブルーリズム。三人揃って秋葉を守る絶対防壁、秋葉少女ストリプリズム。なんか照れるわね、こういうの。今の私はオーミリリ、ブルーリズム。しずくさん役に入り込んでる。しずく恐ろしい子。え、どうしたのしず、ブルーリズム。あの人たちの中にまがいものが紛れてる。え、こんな時に。秋葉の平和を乱す奴はストプリが許さない。ちょっと、しずくってば。わわ、先輩も追いかけてください。そこのあなたたち、秋葉の平和を乱すまがい者に相違ないわね。なんだこのコスプレ女。清らかなる水の調べで、このブルーリズムが成敗します。お、なんだ、パフォーマンスでも始めるんですかね。これは見物ですぞ、シャッターチャンス。いざ覚悟。え、
おお、ブラボー、いい余興だったぞ。ストップに最高。もうコスプレのまま魔界者と戦っちゃうなんて。ごめんなさい、つい熱くなっちゃって。でもでも、そのおかげでパフォーマンス賞をもらっちゃいました。ほら、さっき実行委員の人からトロフィー送られたですよ。パフォーマンスと勘違いしてくれて助かったわよ、本当に。コスプレってなかなか面白いかも。ですよね、ですよね。実はストリプリズムには続編のストリプリズム R があってですね、次は R のコスプレやりましょう。望むところ。え、まだ続くの？とほうほう。早く秋葉を平和にして、みんながニコニコ顔でコスプレできるようにしたいですね。ええ、頑張りましょう。じゃあトロフィーを機にモグラに戻るですよ。コスプレコンテストでいい成績を残せたんだ。僕も行けばよかったな。これで秋葉自警団の株も上がりましたね。これで少しは自警団の理解者も増えるだろう。それはそうと、肝心の秋葉の平和についてなんだけどね。僕たちのパトロールで被害者は確実に減ってるとは思うけど、ついに新聞にも事件のニュースが載るようになった。私たちだけじゃ限界があるのかな。僕たちのやってることは決して無駄じゃないと思うけど、今のままじゃ根本的な解決にはつながらないと思う。誰が何のためにまがいものを生み出しているのか、その源流を叩かなければ根本的な解決にはならねえってやつか。それはそうなんだけどね、今こうしている間にも被害が出てるかもって思うと。あ、そういえば前に凛と会った時気になることを言ってたんだよね。大資本製薬の社長を信用するなって。凛が？あら、何の話かしら。あ、社長さん。噂をすればだな。なになに、私を褒めるのは私がいないところでしてね。いえいえ、リンちゃんが社長さんを信用するなって言ってたらしいです。ん？いきなり直球かよ。もうちょっとオブラートに包めよ。でも私には社長さんが悪い人には見えないんですよね。だから何かの誤解だと思うのです。なんだか心外だわね。どうしてそんな風に思われてるのかしら。私たちもどうしてリンがあんなこと言ったのかわからなくて。あなたも私のことを信用できないって思ってる？ありがとう、そう言ってもらえるのは嬉しいわ。けどそうね、もしかするとリンが信用できないと言ってるのは私自身じゃないかもしれない。どういうことです？彼女は
大資本製薬に対して何らかの不信感を持っているのかもね。え？だってリンは大資本製薬のイメージガールですよね。まさかお給料が安いとか。うちの報酬は高いわよ。リンも何かを掴んでるのかもしれない。まがいものに関してね。社内でまがいものの存在を認識してるのは多分私だけ。だけど社内でも勘のいい人間なら事件の背後で何が起きてるのか気づき始めるわ。中には利用しようとして動き出してる者がいるのかも。ひょっとしてリンはその社内の動きに私が関与していると思っているのかも。それって春日井さんにも何か思い当たることがあるってことですか？ない、とは言い切れないわね。社長だからって全てがわかるわけじゃないもの。私はあなたたちに協力してるつもりだし、嘘もついてないわよ。ま、社内の動きは調べてみるから、何かあったら教えてあげるわ。ま、リンに会って直接聞くしかねえんじゃねえか、結局。それよりも、そろそろパトロールにでも行こうぜ。よし、中央通りでも見て回るか。